なんで？予感みたい。今回ご紹介するのは滋賀県甲賀市にある2018年にオープンしたカモシカオートキャンプ場です。チェックインをキャンプ場の対岸にある大河原温泉カモシカ荘で済ませ、山陰で超人気の A サイトへ向かいます。グラウンドゴルフ場の上にあるキャンプサイトは全31サイト、温泉までは橋を渡ってすぐ、目の前には那須川が広がるロケーション抜群のキャンプ場です。ここカモシカオートキャンプ場は全てのサイトに電源があり、設備も充実していて、ソロキャン、グルキャン、ペット連れキャンパーに大人気の予約の取れないキャンプ場です。生ですよ。なんで？はい、いいお湯でございました。なんか露天風呂がやたら浅くて半身浴スタイルになるのがちょっと面白かったです。それではそろそろ晩御飯の準備にかかりたいと思います。さっき忍者がねやってきてじゃんけんに勝ったら
お茶くれました。なんでお茶なんか知らんけど、なんでお茶なんか、ね、1カップやから180か、え、ちゃう、200か、うん、やや多めにしとくささっと入れまして、さっきもね、ラーメン食べるときに使ったこのラージメスティン、これにね、クッキングシートを、天かす、これ全部入れちゃいます。紅生姜です。たまったもん。この辺りでですね、粉を流し込みます。ここでクッキングシートを破かない雰囲気で混ぜます。成功の雰囲気しかない。はい、これをドポンと入れまして、こちら焼きそばを切ります。はい、薄口醤油を垂らしますと。押します。はい、ゲイ。え、それではね、約5分経ったらまたひっくり返すので、しばしお待ちください。ちょっとこの待ってる間に、ここの上で余熱を利用してですね、あれ、唐揚げどこ行った？え、なんで？集めない。今できるまでちょっとこちら朝日スーパードライで、うまいな。じゃあこれを、よっとひっくり返してですね。お前がひっくり返った。結構ね、何回かひっくり返さな。どうしよう。あかんと思うんですよね。チチ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 。よし。お。お。いい感じじゃないの？手作りソースをですね、まず。ちょっとね、辛めのピリ辛のソースを作ってきました。はい、どうですか、完成でございます。でかっ。ラージメスティンで作った極太お好み焼きでございます。端っこから真ん中はね、あの卵を売ってると思えば、ね、何回か確認してみましょう。よいしょ、はい、綺麗に焼けてますね。いきますよ、こう一気には無理やな。ちょっとかじってみます。うん、めちゃめちゃ美味しい。ちゃんとできてる。天才や。すごい、うん、完璧。お好み焼きで以外何物でもない。もういつものお好み焼きや。家で作るのと大差ない、うん、うまい。なかったか、うん、そうな。じゃあもう中で食べよう。それではあとはね、
晩は食べましたんで、もう雨もひどくなってきましたし、まあ、ちょっとね奥様にも事故が起きますんでね、テントの中でホームランレモンサワーを飲みながらのんびりとしたいと思います。それでは次は明日の朝にお会いいたしましょう。おやすみなさい。いい感じ。焦げてないやん。うん。旅館みたい。それではいただきます。うん、ちょっと冷めてるかな。今回はあいにくの雨となりましたが、アメキャンならではの経験もあり、思い出に残る夫婦キャンプとなりました。また晴れた日にも来てみたいカモシカオートキャンプ場でした。はい、というわけで本日の動画は以上となります。この動画面白かったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご参考までした。グッバー。